はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88ザナド、やっていきたいと思います。まず、これからの私の投稿ですね。前回ね、ライブありがとうございました。全然進みませんでしたね。ですからこれはライブではなく前のパート、ライブの前のパートから始まると思ってください。今ね、私の形では今ここにいるんですね。で、まずここの塔に行きたいんですよね。ここの塔に入ると、まあさっきのね、あのこの塔、一番の塔はぶっちゃけここにクラケンジャイアント言いましたけど、まあどうでもいい感じです。とにかくシルバードラゴン倒さないといけないんで、ここのレベル9のワンダリングが今の私にあるんです。正直大変なので、まずシルバードラゴンが倒せるのかどうか今ね。もし倒せたら、まあ、ですからシルバードラゴンを倒せたらそのままレベル10に行けるんで、シルバードラゴンを倒せるかどうか。ですからここの道中の敵は全部無視です。またデーモンズリングを使って、行こうかなと考えております。で、じゃあどうすんのと。で、今の、で、おそらくキングドラゴンがいるところにシルバードラゴンいるんだよねと思ってる塔がここです。なので、ここを逆手に取ると、こうでしょ？よし、で、拡大しちゃおう。また解説でだいぶ尺食っちゃうかもわかんないけどね。こう行って、こうだったら、こっちか、ああ、これいけないわ。これいけないね。どうやっていけっちゅうんだろう、これ。ああ、これ鍵があるからこっち使えって言ってんのかな。多分鍵を大量に消費させようとしてると思うんで。ああ、これか。こっちだね。で、そっちに行こうとすると、ここか。あ、上から降りてこれんのか。ということは、上から降りてこようと思えばこっち。あ、うわ、鍵山ほどいるのか、これ。これ？はい？これどうやっていくの？逆に私聞きたいわ。こう、あ、登っていけるね。こっからはいけないよね。え？どうやってここ来るんだ？あ、こっからいけるか。で、これは？もうここまで行ったら窓全然使えないので、こう。あ？で、ここ。あ、これ登れないから使えない。あれ？これ、これないよ。まさかブラックオニキスで来いとか言うんじゃないよね。こっからはね、あ、これはいけるか。で、鍵開けたところで無理だもんね。で、これいけるか。いけるけど、ここ行っても仕方がないんで。あとここ、あ、ほんでここで行けなくなる。なのでこっちから迂回するのは無理なんです。おい、どうやって行けばいい。多分鍵あるところはアンサーが使わないといけないと思うんですけど、あのワープ、ここのワープをなんとかしようってことかな。でもこれ3じゃもうダメだよね。3はダメなことが分かったので、3はね、ただ単にここなので、ここ行っても仕方がないんでね。ここはまだ行っても仕方がないので、ここは正直、ああ、もうここは取ったのかな？いや、取ったのはこっちだよね。確かこっちだったので、もう3は行っても仕方がないので、今はね、後で経験上げて、とりあえず今はレベル10に行こうというとこなので、10おそらくこれですね。これがレベル10の入り口ですね。いや、レベル10に入り口行っても仕方がないんだ。そうだそうだ、とりあえずここに行かないといけない。ちょっとごめんなさい、くしゃみ出そうです。ごめんなさいね。あー、ごめんなさい。無事くしゃみ出ました。ここからどう行くのってなると、これは無理なのかな。あ、でもやっぱこれしかないよね。こっちこっちはいけないので、こう。で、まあ、こっちはいけんだけど、こ
こうなった場合に、あ、こっからここは上がれるね。こっから、じゃあこっち？でもこっちは、このゲームのことだから絶対引っかかると思うんですけど、あ、引っかからない？いや、これよく見とかないとね。あ、引っかかる。あ、でも、あ、こっちからいけるわ。こっちからは下れるんだ。あ、わかった。行きましょう。じゃあ時間もないんでね。じゃあね、行きましょう。今あれだね。こっちに切り替えて、今いるのがここだから、あっちにワープしないといけないんですけど、じゃあ行きましょう。確か前やってた分ではね、ちょっと待って。あ、やっぱここかこれめちゃんこが危ないんだよね。あ、でも無理なのかちょっと待って。あ、いけたいけた。で、こうだね。おお、怖い。あ、もういきなり撃ってきたわ。ダメだわ。おい、ちょっと待って、ちょっと私は抜けたいだけなんだけどね。またここではめるか。よし。で、彼がいて、彼はもう全然大丈夫なんだよね。で、これで抜けるでしょ。で、このまま上がっていくんですよ。あそこ行っても仕方がないんでね。今のとかも無理だっていうのが分かってんで。で、こっから7、あー違う違う。9、6で飛んでいくといけるんですけど、で、ここに来たらワープしてるんですよ、これ、実は。これ、隣にワープしてるんですよ、すでに。なので、私も隣に行ったつもりでやりますので、これだね。で、ここに行くと、もう隣に来てんですよ、これ。で、こうなってるでしょ？おー、正解！で、こう行って、こう行って、あ、セーブするの忘れた。セーブしやがったね。こう行って、こう行ってると、ほらほらほら、来た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 。来たね。で、これで、で、ああ、こっちじゃないのか、ごめんなさい。こっちだね。でもこれでシルバードラゴンが私倒せると思ってないの。強いんじゃ。あら？やめて。あ、大丈夫だ、大丈夫だ、回れるわ。こっちで回れるね。ほんとやらしいけど、あ、ちょっと待って。こっちに行っていいのか。そうだね、こっちで降りていいんだわ。で、こう降りるでしょ。あ、思ったよりすんなり来れた。ここね。あら、ちょっと待ってちょっと待って、入り口が、あ、これか。あ、おお、危ない危ない。じゃあここで入れましたね。入れたので、ここで一発セーブしましょう。ちょっと待って、大丈夫だよね。大丈夫だと思うんだけど、大丈夫だよね。ちょっと気になるから、ちょっと待ってくださいね。こういうことは最初にやっとかないといけないんですよね。ちなみに、あー、ちょっと待って。ダメダメ。ダメダメ。これ、私、ちゃんと世代バックアップ取ってないわ。これで、取って、世代バックアップ取っといて、で、ちょっとお待ちくださいね。もうややこしいんだから。は？なんでリセット入った？あ？リセット入ったよね、これ。しかも、なんかおかしい。嘘？本当？リセット入れちゃった。マジかー。ドツボだな、これ。ほう。あ、V1 モードになったのか。あー、うっそ。
嘘やろ。おわ。ああ、ショック。あ、しかも A ディスク B ディスク間違えてるわもう。セダばっかも取れてよかったけどね。あ、ここに、あ、うん、微妙だなこれ。こっちに来ない。ちょっといい加減にしてほしいんですけど。あ、こっち行ったらいいのか。あ、そっかそっか、落ちちゃうんだね。隣来りゃいいのに。あ、よし、行けた、行けたけど、よし、よし。う。あ、そっか、これで回りゃいいんだ。ですよと。でここね、あーとんでもないの見た。よし、まあもうあれはね、いった5000くらっちゃった。何あれ、ほんと上空飛んでるし、アデプトだってちょっと鬱陶しいなこれ。よし、もうほんとたまんないや。あ、上行けた。でここで4、6。あららららら、ちょっと待って、何間違えた。とりあえずここにいるわもう。あー、あんたまた来たの。あ、よけれたね、うまいことね。えっとこれでいけるはず。あら、なんでいけないんだ、なんでいけないんだ。いやちょっともういいから、いいから。あ、いけた、いけた。あー、ひどいな。ひどいというか、まあ、今回は私が悪いね。なんで V1 モードでリセットかかったんだ。あ、これ。え？危ない、危ない。返しついてる。あ、これじゃない、これじゃない。あ、これ入れんの？あ、入れない、ね、エンターウェイやなってね。うん、ああ、ほんとこの反応の鈍さが腹立たしい。よし。いやーもうね、微妙にこれ反応悪いのがね、これわざとやってんだろうね、多分。そうとしか思えないわ。あら？あら、あ、これでいいのか。やらしいな。できました。で、ここでセーブしましょう。うわ、もうこれだけで13本使っちゃった。ごめんなさいね。まあでもあれか、もう私のあれだった、仕方ないね。もうチャンネルだったらね、アイテム、はい、ランプで入ります。ランプつけます。でこっからどうなるのか。あ、ラジオじゃなくてよかった。こっからどうなるのかというと、私これ切り替えたらラジオになる可能性大だからね。あ、そっか、そっか、何がそっかっていう感じですけど、ね、これをちゃんと新しいタブで、もうタブが20個30個開いてるんですよね。こう怒られるわ。え、どこ入り口、え、入り口はどこなんだい。多分端っこの方でしょ。はい、あ、ここか。じゃあ右に行かずに左でいいのか。いやいやいや、左行かずに右でいいのか。もう食パンいらないからね。食パンは後でいいでしょう。今、フードはね、満タンあるんで。とりあえずね、あー、でもこれあれか。デーモンズリングでも厳しいな。うん。でも、なんとかなるでしょう。さあ、あ、セーブはちゃんと手前でしてからいいね。イクイップアイで、デーモンズリング。J ね。で、はい、で使いましょうか。はい。
そうか、やっつけちゃうのか。でもやっつけてもいいんだけどね。ぶっちゃけやっつけてもいいと思うんですよ。やっつけてもいいと思うんですよ。あー、時間良くなっちゃったね。ごめんなさい。今回はここで終わっておきましょう。じゃあね、8、8、7と終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。